万物は陰と陽、二つの気から生じ、人の世は大いなる意志、天命に支配され、天命されば国滅び乱世となる。この乱世を治めるは天命委ねられし者の使命とされた。今大陸では400年の栄華を誇った漢帝国に落日の時が迫っている。すなわち天変地異が頻発し、各地に反乱を起こり、祭りごと乱れ、群雄愛争って書きとする大乱世の時代を迎えていた。幼き帝に事態を収拾する力はなく、帝は天命委ねられし者の証である玉璽を一人の女官に預け、新たなる英雄に全てを託さんとした。この人が劉備、小さな国の領主で野心のない人、私の恋人。劉備殿、貴公に助太刀いたす。行くぞ。助かった。この人が曹操、帝国の士官だったけれど、天下平定のために兵を挙げた。冷徹でためらいなくことを起こす人。戦のあと、劉備は命を救ってくれた曹操のために宴を催した。誠に命拾いしました。おお、朝鮮。俺はこの朝鮮と安らかに暮らせればそれで満足なんだ。それは結構なことだ。おい、曹操殿にもっと酒を持ってこい。さあさあ、曹操殿。天下取りとは無縁の劉備、野心あふれる曹操、決して通い合うはずのない二人の仮初めの友情。その後の悲劇を私が予感したのはあの占いだった。私は巫女に命じられ、曹操の占いにも同席した。曹操へのお告げを聞いた私は恐ろしくて体が震えた。なぜなら秘密を見抜かれた気がしたから。劉備にも言えない秘密を。数ヶ月後、あの巫女と手を結んだ曹操は私たちに刃を向けた。私を奪うため、私だけが知る秘密を手に入れるためは。離して、助けてやめろ。朝鮮を離せ。朝鮮を。
私は捕まり、劉備は命からがら都から脱出した。仲間の犠牲で。あの時もこんな虹が出ていたっけ。あれが全ての始まりだった。劉備と曹操、二人の英雄の長きにわたる戦いの。都で曹操の襲撃を受け、朝鮮を奪われた劉備は辛くも脱出して自らの領地上州へと逃れた。これに対し曹操は劉備の領地上州を奪わんがため、配下の猛将夏侯淵に出陣を命じる。迫り来る夏侯淵の軍勢、しかし劉備はなお曹操との戦いを躊躇していた。すぐそこまで迫ってる。早く出撃させてくれ。曹操のもとへ出した使者も殺された。これ以上何を待つというの。曹操、なぜ裏切った。なぜ俺を責める。楽しく酒を飲み交わした仲じゃないか。兄者は朝鮮を助けたくないのか。曹操の非道を許しておくのか。耳の敵取らなきゃ生きてる甲斐はねえ。ここにたどり着くまで何人仲間が殺されたと思ってんの。あんたってどこまでお人よしなの。兄ちゃん、なすべきことは分かってるはずだ。迷いがあるなら皆に聞いてみろ。俺は朝鮮を助けたい。だが今ここで狼煙を上げれば、最後の勝利を得るまで安らかな夜は訪れないだろう。それでもいいのか。それでもこの劉備と共に戦ってくれるのか。俺も朝鮮さんを助けて。劉備様、オラたちも戦うだ。兄者、よし、腹は決まった。これより曹操軍に戦いを挑む。また兵が脱走したと。敵の脅迫に怯え、我が軍を去る者が後を絶ちません。そうそうね、卑怯な真似を。
撃て！よし、勝ったぞ。勝ち時だ。申し訳ない、今回は負けてしまいました。Thank you.
選択カーナイトを通じた選択カーナイトを通じた
行くからにはもう安心だぞ。劉備殿にお味方いた。俺が帝の一族、何を言ってるかよくわからない。味方は一人でも多い方がよい。恩に切るぜ、趙雲とやら。天策かライフを信じた。
賭けの席とは阻む者は蹴散らす。もう黙る長期さの人は俺のことだ。
私を楽しませてくれる奴はいないのかい？よかろう。負けても後悔いたすな。大将を撃破、我が軍の勝利です。あの曹操の軍勢をあっという間に撃退するとは、やはりそれがしの目に狂いはなかった。応援を頼む、巨匠に伝令だ。よくやった。俺たちの勝ちだ。勝ちましたな、アンちゃん。よし、このまま曹操の野郎の本拠に攻め入ろうぜ。待ってくれ、まずは朝鮮の居場所を突き止めたい。戦いはそれからだ。敵が置き去りにした物資を手に入れた。これで戦力の増強ができる。ところで、見どころのある若者がいたので俺の養子にした。会ってくれぬか。寛平と言います。これからは劉備軍の一員として働くんで、親父ともどもよろしくお頼みします。心配で心配で。きっとこの雷球を見てくれると思った。そこはどこだ、どこなんだ。わからない、ずっと閉じ込められているから。でもきっと都のどこかよ。やはり都か。リュウビ、私とても。朝鮮、どうした。リュウビ、朝鮮、どうした。大丈夫か。朝鮮、李三条、
もう一度呼び出してくれ、頼む。無理よ、妖気で羅宮の力が乱されてる。向こうの妖術師の力が弱まる、そう例えば敵を破った後とか、そういう時しか映し出せないわ。